伊豆とは比べ物にならないぐらいダイビングが大変なんだけど、これぞ自然の地形を楽しむダイビングですね。実は江ノ島でのダイビングが普及するように、校内にダイビング施設を、ね、今作ってる最中なんですよ。なので今後その都心のダイバーの聖地になるかもしれないですよね。こんにちは、パパラネ先生の丸ごとダイビング TV インストラクターの宮本です。このチャンネルではダイビングを始めたい方や初心者ダイバーのお悩みを丸ごと解決していきます。宮本さん、はい、江ノ島の海でダイビングできますか？おー、はい、よくご存知ですね。できますよ。なんか噂に聞いたんですよ。噂に、あー、でも関東の方は意外と知らない方も多いと思うんですけど、海水浴とかサーフィンのイメージも多いですよね。そうなんです、うん、ちょっと今日江ノ島の海について教えてくれませんか？わかりました。じゃあ今日は関東ダイバー必見の江ノ島の海を丸ごと解決していきましょう。お願いします。はい、お願いします。まあ、そもそも江ノ島って海水浴のイメージしかないです。まあそうですよね。行ったことある？あります。あります。何しに行くの？ちょっと観光に観光に、まあでもそうですよね、はい、まずは湘南で有名な江ノ島について、まあ、一般的なところからちょっと、ね、概要を紹介していくんですけど、はい、まずですね、電車で行けますよね。小田急線の片瀬江ノ島駅から、はい、まあ、歩いて大体15分ぐらいで、あの橋を渡って行くと思うんですけど、あとは江ノ電の江ノ島駅なんかでもね、うん、同じぐらいの時間で行きます、ね、いや毎週末すごい観光客いますよね。いやそうですよね。県外からもね、全然行きますよ ね。デートスポットだったりとか家族旅行とかもね、行きたりしますしね。江ノ島の成り立ちとしては、もともとその隆起してできた島に、藤沢側からにある境川っていう川から流れた砂が溜まって陸続きで行けるようになった島なんですよ、はいはい、でそれ陸系統という言い方をするんですけど、潮が満ちてると全部海になってしまうので、渡るときはあの橋で渡るんですけど、はい、潮が引いてくると、まあ、引き具合によっては地続きになって歩いていける時もあるかなっていうくらいですよね。トンボロという言い方をしますね。あ、トンボロ現象聞いたことあります。ゆるキャンでゆるキャンでね。あ、そう、多分一般的にはひろし君が言ってくれたみたいに、海水浴とか、はい、あとはサーファーのねイメージしかないかなとは思うんですけど、ダイビングができるなんて意外とあの地元の人もね知らなかったりする方多いですよね、うん、そうなんですよ。なんか手前の海水浴場のイメージしかないですよね。あ、でもそうですよね、はい、うん、あの砂浜から行くんですか、ダイビング？あ、ではなくて、ダイビングはその橋を渡ってそのまままっすぐ行くと、あの商店街があると思うんですけど、商店街、はい、そのままで、ね、左に行くと、あの奥に駐車場があったと思うんですよ。江ノ島に渡ってダイビングするんですね。そうですね、はい、でその左奥の駐車場に海に面している防波堤があって、うん、まあ、そこからダイビングをしていくようなイメージですね、うん、ダイビング施設はないので、近くにあるヨットハーバーの施設で申請をしてダイビングをするようになります。じゃあボートダイビング？あ、いや基本的にはビーチダイビングなんですよ。ボートダイビングも、ね、できるみたいなんですけども、まあ、いくつか条件があって、まあ、船を出してもらう漁師さんとかとね、顔見知りじゃないといけなかったりとかいろいろあるんです。そうですね、まあ気軽には出せないみたいですね、はい。まあ、実はあの20年ぐらい前はパパラリも江ノ島でのボートツアーというのは開催をしているんですけども、ボート持ってた？ボート持っててやってましたね。誰が創設するの？あの藤沢の藤田というスタッフが創設してますね。藤田キャプテンが今はもうボートやってないですね。そうですね、はい、うん、なのでビーチエントリーのみになるんですけども、はい、そうビーチエントリーが結構面白くて、はい、そのさっき言ったヨットハーバーで、うん、防波堤の先にフェンスがあるんですけど、そこのフェンスを開ける鍵を借りて、フェンスとドアを開けて防波堤を越えていくみたいな形なんですね。なるほど。なんか下段には入れない。そうですね、はい、伊豆みたいにスロープになってるんじゃなくて、うん、もう磯みたいなところからドボンドボン入っていくような形なんですよ当然横にはテトラポットとかもたくさんあるので、うん、うねりのタイミングを間違えてしまうと、うん、そのままテトラポットの間に吸い込まれちゃうみたいな。危ないじゃないですか。そうなんですよ。でもまあちゃんとタイミング見て入れば吸い込まれずにスッと沖に行けるので、ワイルドな感じのダイビングでそういうやり方になりますかね。エントリーをしたら水深はそのまま5メートルぐらいの深さのところになるので、そこからフリー潜航をして、まあ、ダイビングをしていくような形なります。なので伊豆とは比べ物にならないぐらいダイビングが大変なんだけど、これぞ自然の地形を楽しむダイビングですね。まさに 100% 自然ですね。そうですね、はい、もうちょっと滑りながらドロッと入っちゃう時もあるぐらいのエキジットするのも大変そうです。そうですね。なのでエキジットもそのうねりのタイミングに合わせてちょうどいい足場に足をつける必要があるので、これだけでもねちょっと上手になっちゃうかもしれない、うん、といってもまあ結構大変だったりもするので、ロープを持ってって言って、はい、引っ掛けてその引っ張りながら上がれるようにっていうのはするんだけどね。そうなんですね、うん。
でもさ、はい、水中は何が見れるんですか？海水浴場のイメージしかないんですよね。ああ、でもそうですよね。なんかもう綺麗なイメージない。綺麗なの。でも意外と綺麗というか、はい、あと生物もたくさんいて。そうなんですか？そう、結構有名なのが、茶殻とか、キヌバリっていったハゼ類。聞いたことない。伊豆半島ではあんまり見られないんですけど。え、そうなんですか？そう。特に茶殻は、シーズンがね、冬とかなんだけど、婚姻色がすっごい綺麗なんですよ。またマニアックそうな気持ち話しますね。そう。でもオスは綺麗なブルーで、メスがピンク色だから、写真撮ったりとかするとすっごい綺麗なんですよ。あとはギンポとかみたいに、こう、岩穴に暮らす生物が多かったりとか、あとはウミウシとかも多いですね。じゃあウミウシ好きはいいですか？いや、そうですね。ちなみに、はい、ワンダイブでウミウシ何匹ぐらい見えるんですか？いや、もうでも、30とかは見えちゃうんじゃないですか、全然。多分自分でも探せると思いますよ、ね。そこら中にいるイメージ。そうですね。水深5メートルのところで潜航して、そのまま沖まで出ても8メートルぐらいの水深になるので、遠浅な感じ。そうですね。なので、まあ深度もそんなに深くないし、あとは砂地というよりは岩のこの水路になってるような地形なんです。なのでこの水路を行って帰ってくれば元の場所に戻ってこれるので、じゃあ壁沿いを泳ぐみたいな。そうですね。はい。なので壁をこうずっとライトとかでこう生物を探しながら泳ぐようなスタイルになりますかね。ちょっとやってみたいですね。そう、面白いですよ。あとは生物でいうとですね、運がいいとイルカ見れます。それは嘘ですよ。いやいや、見れたことありますから。本当ですか？本当にイルカ行ったことあるんですよ。運が良すぎ、まあ運が良すぎですけど。あと有名なのは海藻ですね。カジメとかアラメといった海藻類がもうこう足元とかその壁にびっしり生えてて、海中林という言い方をするんですけど、すごい森の中とか草原の中を泳いでるようなイメージですよね。写真ありますか？写真あります、これ。こんなにモリモリ。いや、そう、これをね、中性浮力とって泳ぐのが気持ちいい。そうなんです。ただ海中林が有名だったのが10年ぐらい前の話で、今はちょっと残念ながらその磯焼けしてしまっていて、少しね、海藻は少ないんですよね。そうなんですね、はい、見てみたいですね。で、回復してくれるとね、いいんですよね。江ノ島の海のいいシーズンってのはいつなんですか？それはね、冬になります。冬。夏は南風が吹いてしまうので、まあ、あのサーファーの人たちは喜ぶんですけど、はい、どうしても波が立っちゃうんですよ。なるほど。そう。なので、まあ、ダイビングだとどうしてもやりづらくなってしまうので、波の落ち着く冬がいいですね。わかりました。はい。ダイビング施設に関しては、あの先ほども言ったように基本的にはヨットハーバーを使ってシャワーを浴びたりとかもしていくんですけど、実は江ノ島でのダイビングが普及するように校内にダイビング施設を今作ってる最中なんですよ。あ、そうなんだ。準備中。準備中ですね。なので今後その都心のダイバーの聖地になるかもしれないですよね。いいですね。そう、近いし。近いし、ボートダイビングなんかも今までよりも手軽にできるようになると思いますし、シャワーとかトイレとかの施設もできるようになるので、なんか快適に潜れると思いますね。あとはもうダイビングした後に江ノ島観光もできるからいいですよね。江ノ島観光ですよね。そう、お送りしました。あ、いいですよね。江ノ島水族館も近いんじゃないですか？江ノ島、そうですね、潜ってるんですけどね。あ、その後に、はい、潜った後に水族館行くのも変な話ですけど、まあでも美味しいもの食べたりとかもできますからね。なるほど、分かりました。はい。江ノ島で気軽にダイビングできるのいいですね。いや、いいですよね。水中も意外と綺麗ですしね。はい。いや、行ってみたい。そう、綺麗だし、近いし、まあ、ダイビングすごくやりやすいし、いいですよね。しかも、その近いから、お昼を挟んで2ダイブしても、その後帰ったら、多分3時とか4時ぐらいには家に着いちゃうと思うんですよね。おー、すごい。地元の人なんて、めちゃくちゃいいです、ね。いや、そうですよね。午前中で帰れちゃうことって、ね、可能ですよ。行きましょうよ。行きましょう、行け。ぜひ。ありがとうございました、はい。ということで、この動画が参考になった、勉強になったという方は、チャンネル登録と高評価、そしてシェアをよろしくお願いします。あと YouTube で話せなかった内容も LINE で配信していますので、よかったら概要欄から LINE 登録しておいてください。このチャンネルで取り上げてほしいテーマ、質問などありましたらコメント欄に入れておいていただけたら、今後の動画の参考にさせていただきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。江ノ島、江ノ島、いいですよね。意外中の意外ですけど、100% みんな意外って言いますよ ね。結構でも湘南の人は江ノ島なんてめちゃくちゃ知ってると思う、うん、いや、そうですよね。よく行く場所でしょうね、きっと ね。東京の人ぐらいになるとそんなに身近じゃない。どうなんですか ね。でもデートとかでね、行く方もいらっしゃると思いますし、なんか縁結びの神様とか確かありますよね。あの弁財天でしたっけ、祀られてるからカップルで行く方も多いんじゃないですか。宮本さんの江ノ島のおすすめなんですか？グルメですね。しらす丼。しらす丼。しらす丼ですね。しらす有名ですね。しらす、そうですよね。はい、生しらすも。
アマーリシラスも来たす点もありますからね。あとは何でしたっけ、タコせんべい、もう本当にあの並ぶんですよ買うのに。家族連れとかカップルの間にダイバーが並んでタコせんべいを買ってるのがいつも面白くて、髪の毛もまだ濡れてるよそう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 、明らかにアウトドアの格好してる人たちがねタコせんべい買って、もうなんかダイビングよりグルメ目当てしょ。いや、そんな人たちも多いですよ。美味しいものを食べたいから江ノ島でダイビングしに来るみたいな方多いですよね。でもね、なんかそういうのもあったら多いですよね。ダイビングプラスアルファが楽しい方がね、そりゃそうですよね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。